キボキさん。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。テステステス、はい、お疲れ様でございます。いかがお過ごしですか？皆さん仕事ですか？はい、ざまみろです。今日私も本当は休みだったんですけど仕事してます。はい、ざまみろです。ですね、はい、車多いですね。今日はですね、福岡市の方来てまして、今終わりましてもうすぐ帰るというね、はい、怖い怖い、コロナ怖いよということでですね、今こう書いてあるんですけど、ここはですね、よく天下の三星さんがですね、よくやってる焼き山って言ったところで、私がちらっとお祓いがとか言ってた南蔵院ですか、はい、涅槃像がちょっとこう見えるところに今走ってるんですけど、これ焼き山バイパスって言ったところですね。ちゅうか見えるとかな、涅槃像。涅槃像見えたらお見せしたいんですけどね。ちらっと見えるかな。事故るだって言われそうですね。うん、おらんわ。涅槃像おらん。場所が違うね。見えないですね。見えんとかな。とりあえず横映しますんで、映ったらラッキーで。あ、映らんわ。ダメですね。はい、すいません。何がしたいかって言ったら、ちょっと本当のぼやきをしようかなと思ってですね、今こうやって映しております。はい。もう大体夜ね、ポストするんですけど、ポストはしないか。YouTube にアップするんですけど。いやー、今度ユーフォルビアのパキポディオイデスの次は、今度はパキポディウム、あれなんて言うと、ロスチョーヌ、ロスチョーヌ。英語で言わんめか。英語で言わんめ。はい。恵比寿笑いです。はい。今度は恵比寿笑いがべこりました。一応ですね、まあこれは記録として残して、あの時言ったなということで残そうという意味もあって、まあちょっとこれ今やってるんですけど、まずパキポディオイデスですね。はい。まあとりあえず買ってきて、そのホームセンターから買ったまんまの土で、その年の夏を過ごしの、で、それで、でかくなったんですよ。ほんと 1.5 倍以上なってから、うわーめっちゃ面白いとか思って、で、葉っぱが落ちたんで待機とね、部屋の中に、待機させて、で、そのまま放置しとって、まあ水は月に1回あげるかなーっていうぐらいであげてました。ただジャバジャバはあげないかったっていう感じですかね。たらこの前みたいな感じですよ。まだ今日みたいに暖かくはなかったので、何が原因やったんかなって言ったら、まあ結局水を切りすぎの、結局水をポンとやったから根っこが、その水を吸う根っこが出てなかったんではなかろうかっていう感じ、やないかなと。まあそこが反省点ですかね。はい。で、そこが、じゃあ次回どうするかって言ったら、買ってきて、その人の夏を越すときに、成長しとるときに植え替えると、うん、私の鹿沼ブレンドに植え替えて、で、冬は水をもうちょっとやろうかと、うん、ただね、でも今入ってる土っていうのは水持ちがいいということなので、私の鹿沼ブレンドはもう水がめちゃめちゃ切れますんでですね、はい、だからまあそれは、いいのかなと、思っております。はい。で、次、恵比寿笑いです。吉野さんのところからお迎えしまして、で、夏は超えましたね。で、やっぱでかくなりましたよ、ちょっと、おー、いいやんとか思って冬に入りました。で、もう葉っぱも全部落ちたので水やりはストップ。で、月にこれも1回やるかなっていうぐらいでやってました。はい。で、環境は窓際で、日当たりは別に悪くはないが、ちょっと風通しが悪いのかなっていうところではありました。はい。ということで、まず反省点としては、ちょっともう日中20度超えるような感じになるときはもう窓開ける、
寒くても窓開ける、はい、で私外側にプチプチじゃなくて内側にプチプチをしてちょうど出窓になりますんで、そこを温室みたいな雰囲気で自分がやってたんですけど、それがまたちょっとねこもる原因にももちろんなってたということもあったので、窓開けりのプチプチも外すと、もう今日からもう外しました。もう植物には良くないと思いましたんでね、はい、人間はサウナにね入ってからすごい良かろうけど、私たちはサウナに入ったら死んでまうわっていう話なんでですね、はい、まあ、それでやっていこうかなと思いました、はい、で水やりを結局でも土はもう吉野さんブレンドなのでもう全然心配してないし、水切れとかね水持ちとかも考えてあるブレンド土ですから全然気にしないけど、ということは自分のその水やりだとかその環境のせいじゃない、まあ、もう問題じゃないかなというふうに思ってますんで、まず換気、うん、ちっちゃいなんかボロい扇風機じゃなくて、まあ、扇風機もそれしかないんで、まあ、それでもいいんですけど、はい、あとはもう換気ですね、風通しをよくもうちょっとして、あんまりこう寒暖差どうなん、寒暖差あった方がいいとですかね、それがようわからんとですけどね。あとやっぱ動き出してから水やろうかとかって思ったんですけど、でもそれやったら根っこが水吸いたがったのに水あげてなかったらね、その根っこがダメになるっていう話を聞きましたんで、そこはちょっとダメなんじゃないかなと思ったんで、まあ月やっぱ1もうちょっとあげたらよかったのかなとかって今思っております。まあいちいちちょっとメモしてからですね、水やってませんのでも感覚でやってるから、ただ他の人から見たら水切りすぎやねというふうな感じだったので、もうちょっと上げてもいいのかなと、はい、まあ、水の上げる量っていうのはもうジャバジャバ系ではないので、もうちょっと上げないかんのかなとかっていうのは思いました。はい、まあ、それがまあ私の今やらかした2つの反省と今度の対策っていったところをまあちょっとお話しました。もうへこみますね、もう本当にもう植物もへこむけど自分もへこみますわっていう話でね、で今日朝のバンキシャの吉野さんに写真送ってやらかしましたと言ったら、もういやいやもう僕もこの時期はようやらかすんですよっていう話で言われてました。はい、でなんか前は3万円ぐらいするウィンゾリーもやらかしてしまってですね、ははーっていう感じでね、爽やかな笑顔の絵文字で来てましたですけど、そらへこむわとそれきついよねとかってやっぱ思いますもんね。あ、まあでも金額云々ではないですよ、うん、100均の植物だってやっぱ枯れたら悲しいしね、その高い植物も悲しいしって、植物みんな命同じだからみんな一緒の扱い OK って感じですもんね。あ、そう思いませんか。あもう笑うしかできんわっていう話でですね、はい、ただいまの時刻9時53分を回りましたですけど、天気いいです。はい、またこれまた窓際ええ感じの、日差しが入ってるんじゃなかろうかと思いつつ、まあ、ちょっと仕事終わって帰ってまたへこむようなかなとか思いながらですねいや、パキポディオイデスは振り回されました、ほんと。もうでももうちょっと諦めてます。はい、昨日麦さんですか、なパキポディオイデスをね、上げてあったんですけど、やっぱちょっとこう赤黒いというかちょっと黒っぽい感じじゃないですか、うん、でもうちのはなんかもうちょっと黄ばんでますもん、うん、ちょっと厳しいみたいやな。ちょっと一時期的にこうなんですか、ちょっとこう膨らんだけどガッチガチやないもん。で結構水切りすぎてやらかしたっていう人もやっぱいらっしゃるみたいですね。はい、難しい、うんと植物だがそれがいいって言って前田刑事やね、はい、ね、美穂さんが昨日あげてたけど、まあ、そんな感じで、はい、思っております。まあ、急遽、本当のぼやきっていう感じでちょっとあげております。はい、まあ、夜は夜でまたぼやきあげますんで、よかったら見ていただければなと思っております。はい、まあ、とりあえずこの焼き山バイパスっていったところを通るまではずっと話し続けようかなと思って、結構かかるね、やっぱ10分以上かかるみたいな、今そう思いました、普通に、はい、走ってますが、燃料もええ感じでなくなりよし、はい、エンプティーやんってね、いつガスケット、今度ガスケ使いっていう話になってですね、みんな爆笑しますがね、こんなんしよったらね、うん、まあ、そんな感じで
まだもうちょっとあるか、もうちょっとあるっすね。あとなんかあるっすか。まあ、とりあえず今日はね週半ばということで皆さんだるだるという感じなんでしょうけど、はい、まあ、たまにはこういうのもいいんじゃないですか、はい、いやライブしようかと思ったんですけど、ライブしたらコメント見ないといけないでしょ。でコメント見てからねこう答えないかんし、本当リアルで読んで事故られたらみんなもドン引くでしょうからですね、それはちょっとやめとかないかんなとかって思ってですね、はい、そんな感じですよ。パキポキへこんでおりますっていうところで、今日はこんな感じで終わろうかと思います。では午後からも皆さん、午後ちょっとまだ始まったばかりですね、今日も一日頑張ってくださいねということで失礼いたします。ではお疲れ様です。テッケニジー。